はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。チャンネル登録お願いします。メール登録お願いします。動画説明欄もっと見るをクリックしてください。そういえば最近メガネ作ったんですけれども、これじゃないんですけれども、安くて驚きました。私30年前の2万円堂っていう安売りメガネ、メガネが2万円安いっていうので止まってたもんですから、何の気なしにですね、まあメガネ作ってですね、老眼鏡なんですけれどもで値段見ないでフレーム選んでですね、5000円のオプションつけてもらったんですよ。無敵じゃねえや、ガラスに傷がつきにくいコーティング固くするって、それつけてもらってですね、フレームが1万円ぐらいで、5000円のオプションで、あとレンズ代かなんて思ったら、全部で1万5000円って言われてびっくりしちゃった。メガネだけオプションつけなかったら1万円で買えたんだな。今そんなになってんのか。これじゃあね、安く買えるのはありがたいですけど、給料上がんねえよななんてちょっと思ったりなんかして。麻生最高顧問、高市さんに助言、3年以上総理を務めた例は7人しかいねえ。俺も菅も1年で終わった。石破はもっと短いかもしれねえ。だから高市用意しとけ。議員は仲間作りが大事だから、これから半年くらい飲み会に行けと、助言。麻生さんは石破政権は短命と見ている模様だな。短命っていう落語を知ってますでしょうか。俺は長命だっていうので終わるんですけれども、麻生さんはそう睨んでいると。まあそりゃそうだよね。昨日も言いましたけれども、不人気だった岸田路線を踏襲するってバカじゃねえのって思いましたけれども、なんで不人気路線踏襲するんだって話でね。世論です。不人気どころか自民党員からも嫌われてるし、1年持たないかも。なぜか TBS、石破だと何かがまずいってこと。TBS にとって石破総理が不都合だってことなのかね。石破おろしっていうか、選挙で負けて石破引責辞任か。総裁選の結果見ればすぐチャンス回ってきそう。石破政権は短命に終わると皆さん知ってるのよ。石破以外なら誰でもいいと思ったけど、進次郎はない石破内閣、お友達いない内閣らしいね。河野太郎はいずこにそういえばすっかりいなくなっちゃったけど、石破がずっこける、総裁辞任する、総裁選やり直し、高市総理誕生ってのが一番いいんですけれどもね。石破に議員票で負けたのは自民のバカどもがですね、自分より賢い高市さんを騙してうまい汁吸えないって思ったからじゃないかな。飲み会に行けは党内で仲良し作っとけってことですかね。高市さんってお酒飲める方なんだろうか、飲み会とかつまんねえなって思う方なんだろうか、あんましね、高市さんが飲んでるってイメージないんですけどね。麻生さんは総理当時ね、帝国ホテルのバーで飲むのが日課になってて、それも叩かれてましたけれども、テレビで。石破に投票したバカ議員は、石破とのツーショットポスターで落選すりゃいいのにね。落選すりゃいいのにね。麻生さん、自分が総理の時、石破にですね、麻生おろしやられたから、なんかあったら、石破おろし、喜んでやるんじゃないですかね。麻生さん、84歳ですけど、次の選挙出るんでしょうか。2回は85だが、思いっきり老けましたもんね。で、やっぱり引退してですね、三男が出るんだって。画数も75ですけど、麻生さんよりなんかヨボヨボしてる感じですよね。話すのもゆっくりだし。高市総裁で自民党の立て直しやってもらいたいよな。外国人実習制度改め、育成就労制度の失踪者に注目しています。外国人実習制度みたいに、毎年毎年9000人も1万人も失踪するような制度なんだろうか。大体なんでね、日本人が外国人を育成しなくちゃいけないんだ。自民党にこういうこと言う人いないのか。なんで日本人が外国人を育成しなくちゃいいの。なんでな。全然わかんないですね。高市さんに SP がつく。無役の議員につくのは異例。なんか襲撃情報でもあったんでしょうか。心配になっちゃいますね。
世論です。安倍総理の意思を継いだ高市さんを疎ましく思っている存在はたくさんいそう。しっかり警護していただきたい。米国もそうだがリベラルはなぜか狙われないんだよな。高市さんご自身もなんか護身術を習ってほしい。日本も物騒になってきたから SP ついてよかった。まあ岸田も襲われそうになってましたからね、県警がつくらしいんですけど、まあ遊説先にはね、無能っていうか、あの安倍さん襲撃に加担した節があるですね。奈良県警じゃないでしょうね、高市さん奈良県出演してたしね。まあ遊説すんだら奈良県が多いと思うんだ、そこでね、あの無能で有名な、あとはあの黒幕の説がある。その時のね、あの県本部長、県警トップ、奈良県警トップ、あの隕石辞任したはいいものの、なんか太陽光パネルの会社の社長やってましたよ、天下ってね。なんだそれって闇を感じますね。民間のボディーガード雇うといくらぐらいかかるもんなんでしょうね、遊説の時だけと24時間ガードっていうのはまた違うんでしょうけど、アメリカでも狙われるのはトランプばっかり。間違ってもカマラ・ハリスは狙われない、暴力に訴えるのは世界共通で左翼ってことですかね、不記載議員に公認、比例重複も OK がマスゴミと野党にぶったたかれたんで、とりあえず石破総理と森山幹事長と小泉選対本部長の3人で話し合ってしまいました。まだ何も決まっていない。記者から逃亡してました。若手、国民の納得を取るか、党内に配慮するかの板挟み。ベテラン、重複比例は認めるにしても、不記載がない人の順位を上にするとか、差をつければいいんじゃないか。綺麗な人の順位を上にする。閣僚経験者、処分を受けた議員は、比例重複を認めないが限界だろう。だが、石破さんは判断できないだろうと。世論です。比例からは外すべきだろう。そもそも公認するんだよ。裏金も野党がやると記載漏れ。裏金議員のせいで落選の危機。やはり石破じゃ党をまとめられないようだろう。重複がダメなら比例単独なんてもっとダメだろう。衆院定数は465。自民党は現在258人の単独過半数、達成してるんですけれども、230人ぐらいになっちゃうんじゃないなんて予測が出ておりましたけれども、不記載議員を公認しないとなると、杉田さんも高市さんも公認されず、総理が100人、候補が100人減っちゃうんで、まあ無理でしょうね。不記載してない議員は不満だろうが、不記載の汚名をですね、党が引き受けて、全員でね、分担してですね、現状で戦って、みそぎするしかないんじゃないの？4月にも処分もあったことだしね。右往左往する石破を見てマスゴミは、これは踊らせられそうだ。で、ニヤニヤしてんじゃないですかね。岸田が右往左往して余計なことして、一期で終わったように、石破政権は短命かもしれんすね。長期政権になるにはですね、かつての安倍政権のように、信念が必要ですよ、信念が。だがそんなものは岸田にはなかったし、石破にもなさそうだな。和歌山2区に自民和歌山県連が擁立するのは、二階元幹事長の三男の二階信康。ここに4月の処分で自民党から放り出された世耕元参院幹事長が無所属で立候補する予定。自民和歌山県連の中村雄一幹事長64歳。重大な党規違反で、党規をないがしろにする脱法的行為です。いや、自民党のルールは法律じゃないけど、なんで脱法なの？自分らで除名しといて、自分らで放り出しといて、党のルールに従えておかしくねえか、これ。世論です。何を言ってるのか意味がわからない。党規って法律なの？脱法行為って何言ってんの？無所属の議員が何しようが、お前らに止める権利ないだろう。離党しているのに登記も何もないような。無所属なんだから自民党関係ないだろう。離党勧告まで出して離党させたのに、登記に従えとか筋違いにも程がある。当選したら普通に党に戻れるだろう。いいね、二階の息子を撃破してくれ。まだ引退する気なさそうですね、瀬子さんね。関西大学理事長って副業じゃ物足りないですかね。国森の本間奈々さんも立候補するそうです。和歌山2区。私としてはこちらを応援したいですね。中国利権を父親から受け継いだ二階の三男が当選しても自民は今のままだろうし、瀬子さんが当選しても今のままだろうし、少し数減らしてね、我々ネットの声にも真剣になればいいね。危機感持てって話でね。その昔中国利権は河野洋平だった。で、それが二階に引き継がれ、それが今では森山幹事長
が引き継いでるって話ですよ。で、あの森山からやっぱり河野太郎あたりに引き継ぐんだろうな。河野太郎無役になって目立たなくなったけど、せっせとぶったたいてね、落選させないとだな。沖縄県が琉球新報社に無利子で8億5000億万円を長期、で貸す予算案を、提出、沖縄県の議会に提出、自民県議がいかがなものか疑問を述べました。琉球新報、印刷機を新しくしたいんだけど金がないんだって。世論です。税金使って一民間企業に利益供与、印刷機買う金ないなら廃業したら、どういう理屈なんだ。紙の新聞とかもうなくなるだろ。警備員と運転手の人生をボロボロにした辺野古左翼に鉄槌を。自社の業務で利用する機器の更新を税金で無利子貸し付けとは論外だろう。県と新聞屋がズブズブのズブとは。マスコミが行政とズブズブでいいんですか。これ論外だろ。絶対阻止しろと。長期貸し付けって何年ぐらいなんでしょうこれ。紙の新聞あと数年でなくなって結局返さないってことになりそうだな。有感不信もなくなるしね。政策金融公庫の中小企業向け事業資金融資の10年返済型の利息は 1.65% でした。 8.5 億円を本来もらえるはずの利子をね、払わなくていいってことはですね、沖縄県は毎年毎年琉球新報によ、1402万円の税金を提供していることになるでしょう。なるでしょう。元本も結局は回収できなさそう。琉球新報倒産して、これ決めたの竹田誠と企画部長ってやつらしいんですよね。琉球新報からいくらバックもらえるんでしょうかね。沖縄県議員の皆さん、調査よろしくお願いします。あと後年ね、ちゃんと返済されたかも調査してください。貸し倒れたらお前切腹しろって武田誠に言っとけって今のうち。トヨタ自動車が LGBTQ イベントのスポンサーシップを停止すると発表。なんか Q っていうの増えてますけど、これクイックだって。クイックってその日その日で性別が変わるっていうですね。なんだそれみたいな。どっち名乗ってもいいみたいな。自分は男ですって、自分は女ですって、その日によって名乗るの変えていいっていう話なんですけど、頭おかしいんじゃないかって思うんですけれども、これを支援を理由に米国で不買運動が起きたみたいであります。アメリカの田舎でですね、ゲイとバレると普通に殴られるらしいであります。世論です。賛成も反対もせず関わらないのが正解。企業が思想に深入りすると利権ヤクザが登場して金を要求、政治に巻き込もうとするから、トヨタが関係を断つのは必然。LGBTQ である図が高い。最近はすっかりこんな感じ。うさんくさいものには手をつけない潔さが大事。あの気持ち悪い運動には関わらない方がいいもんな。五輪のスポンサー降りたり、最近いいムーブしてる。LGBTQ が大威張りするようになってきたしと。左翼の資金源が断たれるのは好ましいですね。他の企業もトヨタ見習え。企業が思想に走り始めるとですね、反対派からはぶったたかれるし、不買されるし、賛成派からはですね、もっと金くれって言われるしで、面倒しかないですね。シャープの会長がいい人ぶりたい中国人好きで、技術与えて安売りされて倒産したように、商売に思想入れんだ。今日の単身です。NHK 職員、末富匠、29歳、品川区にあるタクシー会社の女子更衣室に侵入し逮捕。NHK、職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認し、厳正に対処します。テンプレ回答。NHK 関係者の犯罪率は一般企業の50倍。こんなにもね、毎年毎年欠かさずに何人も逮捕されている組織、他にあるでしょうか。毎月のように逮捕されている組織、他にあるでしょうか。もはや犯罪組織が本業で、副業で放送していると言ってもいいぐらいだな。キャッシュレス決済費率調査。韓国 99%。そうなの？中国 84%。オーストラリア 76%。シンガポール 66%。イギリス 64%。カナダ 62%。アメリカ 56%。フランス 54%。日本 36%。イタリア 33%。ドイツ 24%。これ通貨の信頼性が低い順じゃないの？と話題になっておりました。つまり偽札とかが多くて、現金が信じられない順じゃないのか。中国造幣局はですね、同じナンバーで札作ってですね、
横流ししてるらしい。中国の元は同じナンバーの札が複数枚あるらしいであります。日独伊が現金派なのは何か理由あるんでしょうかね。下3つが日独伊ですけどもね。在日中国人数が82万人に達し、佐賀県人口抜く、自民党がせっせと外国人を入れたせいであります。欧州その他の例からですね、 5% で騒ぎ出す、 10% で暴れ出す、決して中国人だけで 5% 以上に指してはいけませんね、これね。ネットで議論、ノーベル平和賞って必要か。これはあの政治利用されるだけですからね、政治利用するための賞といっても過言でないかもしれないな。ついでにですね、私は選定基準がいまいち明確でない文学賞とか必要なのかって疑問に思ってます。民間の財団法人がやってることなんで、外野がとやかく言うことではありませんけれども、まあ、あの今年は日本人ノーベル賞取れるんでしょうか、なんかで、取ってもらいたいですね。誇らしいからね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。